うん、できたよということで、ストレスも行きましたし、まあ、無事タコ地蔵まで戻ってきましたよと、いうところなんですが、やっぱねこうなるとね気になるのがあれですよね。そう、だいぶいろんなお地蔵さんとかね観音様も今日見てきましたよと。たこ焼き屋さんもやってるよ。うん、パン屋さんの方はやってないな。ねえ、ですけど、やっぱこうなるとね気になるじゃないですか。たこ神社、たこ地蔵、どんな地蔵なんやと。いや、そこまでやってるとこなかなかないでしょ。ってことは行ってみましょう、タコ地蔵。ちょっとね、荷物だけね、下ろしてね、言うと重たいんで。あ、車燃えてきたし、そのタコ地蔵ってところね、見ていこうと思いますよ。だいぶ苦手な格好になってますからね。よいしょ。ちょっと北の方に行ったらいいみたいですよ。車は通りやんような細さみたいですけどね。こんなところ、岸和田の労働基準協会あるんや。結構岸和田、昔ながらの細い路地が多いんですね。こっから300メートルぐらい歩かなかみたいですね。元入った道の方に入ったらいいんや。これで左に降りたらいいんやな。これはちょっと車じゃ絶対無理だわ。こっちか。おおほほ。本屋さんとかもあるんや。すごいですね。この道は一方通行ですね。完全に。対向は無理だ。うん。で、どっかから出れるとこ探さなあかんねんけど。とりあえず南町、ちょっと歩いた先にあるみたいですね。まあまあ、3、400メートルですから、歩いて行きやん距離ではないね。まあ、細いけど。ここら辺がタコ地蔵商店街なんだ。全部タコになってる。面白い。ね。見えるかな？ね、タコです。で、これは渡ってった方がいいのかな？こっち側でいいみたいですね。はあ、すごい頭ですね。タコ地蔵駅、タコ地蔵駅下りってね。変わった変わった。で、こっからこっち行ったらいいんや。あ、地図あるかな。渡って、あ、これだ、タコ地蔵、天正寺。梅が並んでんですね。梅教寺と天正寺。だからずっと行って、降りたら行けるみたいなんで、ちょっと行ってみましょうか。渡った。木の先はここか、ここか。結構立派な屋敷がポンポンとありますね。あ、こういう通りで一本入ると思ってたら、そこでいいんだ。天使。
これすごくあの歴史ある感じの蔵ですけど、南町地蔵村、地蔵って、あ、ここだな、へえ、あ、書いてある、タコ地蔵ってのが、多分タコ地蔵ですね。あ、いいですね、こういう、いいですね、大きいあるよ、いいじゃないですか。これ3度か、いい感じじゃないですか。おおおお、赤信号渡らずに行ってよかったですね。いや、渡っちゃダメですけどね。やっぱね、ちゃんとね、あのいいことをするとこういう風にね、ほらにゃんこだってお出迎えしてくれてますよ。いい感じじゃないですか。にゃんこいいな、スリムやね、このにゃんこ。チャトラいいですね。チャトラ、チャトラじゃないか。で、これがタコ地蔵天正寺か。へぇ、タコ地蔵って何なんでしょうね。ちょっと軽くお参りだけさせてもらいましょうかね。よいしょ。へぇ、立派。地蔵菩薩、あ、そこにお地蔵さんがあるんだ。本堂はこっちなんだ。へー、まあ、ちょっと本堂をお参りさせてもらいましょうか。先に地蔵気になるな。こういうのってどういう、本堂行く前にこっちか。これがタコなの。地蔵菩薩ってなってますけどね。あ、普通のお地蔵さん自体はのお地蔵さんなんだ。結構あれですね、あのなんかタコ地蔵さんの観音さんとなんか菩薩さんと、観音菩薩さんですね、観世音菩薩さんと聖徳太子さんのやつがあるんですね。すごいですね。で、こっちが本堂なんだ。お、すごい立派。赤いのがなんかやっぱタコの上になってんのかな。へえ、5時回りましたからあれですけどね。いやいやいや、結構でも大きいね、あのやつもあります。へえ、立派でしたね。なんかいいの見つかった。100度やつもあります。へえ、立派でしたね。いやあ、おっ、はい、で、いや、理想的な一旦停止、左右確定でしたね。よいしょ。で、こっちに戻って、まあ、とりあえずこれでね、タコ地蔵も取れましたし、とりあえずね、宿の方に向かおうと思いますよ。よいしょ。宿を向かう道中は流せるかな。一応カメラを回そうかなと思いますけどね。よし。とりあえずもう、車まで戻っちゃいます。